いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は、バレエダンサー熊川哲也ということでお話します。バレエダンサーといっても天才バレエダンサーですね。旭川の出身で45歳なんですけども、かっこいいですよね。世界の熊川っていうぐらいで、ものすごく、バレエ界では超有名なんですけども、一般の人にとってはあまり馴染みがないかもしれないですよね。私の住んでる近くではこの彼のバレエ教室もあります。かなりおしゃれで、なんかセレブ系の人が行くのかなっていうような、バレエ学校というかあります。都会のど真ん中で、高そうな、ビルですね、のおしゃれなフロアに、そういったバレエ教室がありますけども、天才って言われるまでにはかなり努力がありますけど、そのどこの分野に向かっていくかということですよね。日本ではそういったバレエというのはあんまり馴染みがありませんし、どこの何のきっかけでこう始めるかっていうことですよね。いろんな感性があって、自分のこう何が好きかとか、どうするかとか、人と違ったことをやりたいっていうふうに思うと、自然となんかそういったものが見つかるのかもしれませんね。この父親の、健一さんっていうお話がすごく興味深いんですけども、中学3年、15歳の時って、この、熊川哲也少年ですよね。旭川に住んでたので、旭川から札幌って遠いんでしょうけど、札幌に巡回してきた世界的バレエ指導者の講習会に参加ということですね。いろんなきっかけがあって、親戚の人にバレエを勧められて、バレエに魅了されて、そこからたまたま札幌に来たバレエ指導者がいたんで行きたいということで参加するんですよね。そこまで参加するまでにいろんなこう学びがあって、知識を蓄えて、いろんなことを知ってて、その自分のこう住んでる近くって言っても旭川から遠いですよ、札幌なんで。それを知って行動に移すという行動に移すにはその好奇心から興味があって、そこからこう、知識を蓄えて、中に何が一番いいのかってエッセンスがあって、そのチャンスを生かすという、こういう手順があるんですよね。いきなり講習会に参加ってて、いうことにはならないですよね。何でもそうですね。ただそのすごいのは、その健一さんのお父さんの話では、ここからですね、才能認められて留学を勧められるって言うんですよね。で15歳で、中学生ですよね。英語もできないで、その外国の文化もわからない当時なので、もう何年頃でしょうね、1970年代でしょうかね。当時はその外国に行くってことはすごく大人でもね大変だったのに、いきなり行くというところですよね。その指導者たちも、その熊川哲也さんのこの情熱とかにもほだされたんでしょうね。でそれで、親としては1年だけということで送り出してですよ。でそのうち、そのめきめき頭角を現して、英国の、ロイヤルバレエスクールで入学認められるんですよね。で1年こうみっちり、そういった留学して、そこでその最高峰の英国ロイヤルバレエ団バレエスクールに入ってしまう。すごいですよね。1987年なので、もう随分、40年ぐらい前ですかね、30年ぐらい前ですかね、30年前ですね。でそのお父さんはね、その鉄道、地下鉄の仕事をしてたみたいですけども、お母さんの方はね、スーパーで8時から17時までスーパーで、18時から23時まで寿司屋で働くという、そういったその学費を工面してたということですよね。お父さんはその地下鉄の整備点検をして、お母さんは共働きで全部助けたということですよね。
で1年間ずっとみっちりやったら今度はローザンヌ国際バレエスクールで金賞受賞ということですよね。でそのままずっと4年後にはもう、そのロイヤルバレエ団に入ってダンサーの頂点のプリンシパルに上り詰めるということです。すごいですよね。東洋人で、初めて でダンサーとしてプリンシパルまで上り詰める、まあ、これだけこう、まあ、字面だけというかこう話だけだとあんまりピンときませんけども、多分欧米の文化に接している人にとってはすごいことなんですよね。そういった日本人がそういったことができるっていうのはなんか勇気づけられますし、非常にこう、すごいと思います。この陰で支えた、まあ、両親の凄さっていうのがものすごくこう、感動的ですよね。まあそのなんていうかな、そこから先はその、日本に99年に帰ってきて、もうそうですね、99年から帰ってきて18年経つんですが、そこからバレエ団を組織していくという、でも親の立場としてねすごいと思いますよね。でその後その、哲也さんもこういろいろなんかこう改めてねその大人になってから教育を始めたっていう、まあ、お父さんお母さんですよね。だからやっぱりこう、親のありがたみっていうのはよくわかるっていうかね、すごくこう感動的な話ですよね。そのお母さんも亡くなって今お父さんがずっと、まあいらっしゃるみたいですけども、お父さんもねもう随分年だと思うので今はどうされてるのかよく分かりませんが、おそらくずっとねそのこの熊川さんの我が哲也さんのね経営する何かねあの手助けとかご意見番とかそんなことをされてるような気がしますけども、まあ全てはねこういった親とかいろんな人の協力を受けてやられてることだと思うので、まあ、なんとかね、ずっとねこう怪我もされたそうですけども、頑張ってねやっていってほしいと思います。今日は、天才バレエダンサー熊川哲也さんということでお話ししました。ありがとうございました。